あれだけの数を退けてみせれば力の差は十分伝わったでしょう。今のうちにあなたには Y1 のデータを取ってもらいます。今更ですが初仕事ですよ。このフライトの目的は実用限界高度付近でのエンジン燃焼効率試験といくつかの機動テストです。ルートはあなたのお友達が警戒してくださっているので、あなた自身はのんびり飛べるでしょう。念のため、もし何かあればすぐに援護を上げられるようにしておきます。いってらっしゃい。なあ、エフィーと言ったか？ナビゲーター。どうしてそれを？ヒラヒラの所長殿にな。余計なことを。ではエフィー、教えてくれ。フォートクォートを襲った連中は何だったんだ？それはフルトに尋ねなかったのですか？あっさりかわされたよ。艦の他のスタッフもどうも言葉を濁す。君は規律やシステムに縛られていないようだからな。機嫌が良ければ答えてくれるかも、とね。機嫌ですか。あなたは私を擬人視するのがよほどお好きのようですね。ドイツもこいつも競い合って、UFO のかけらを取り合ってる。今日の良き日を語り継げって大反撃に出た時は、俺も少しは湧いたもんだがな。あの時あの場所に集った力は、親が子に聞かせるような綺麗なものばかりではなかったのですよ。技研がバラした UFO を狙ってまた別んとこが攻めてくるのかね。さあ、私は時期の安全以外に興味はありません。フォートコートや技研にもか。おしゃべりは終わりです。状況が変わったようですよ。どうした？戦闘空中召喚に当たっている味方機からの通信です。よう、ナマホ。敵と鉢合わせだ。交戦中だが数で負けている。なんだ敵って。そんなもん知るかよ。撃ってくるやつは撃ち返すしかねえだろ。だが相手もこちらと同じかもしれない。レーダーコンタクトして一瞬対応を迷ったような節があった。こちらと同じだと。お前らのことだよ、プロトタイプ。すまないが、すでに何機か取りこぼしている。フォートクォートにすぐに護衛機を上げさせろ。エスコートは警戒機のバックアップに回します。エフィ、何バカ言ってやがる。こっちは大丈夫だ。お前らはたった息で飛んでんだぞ。うるさいダンテ、私に指図するな。な策があるのか、ワイワン。あなたには状況が分かっているでしょ、知性。犬死にするつもりがないなら従うことね。だろう、パイロットを死なすなよ。この私が無傷で帰ればいいのでしょ。言われるまでもないわ。ナバコ、お前後で覚えてろよ。俺に当たるのかよ。それでどうする？別に、どうも。テストを続けましょう。どういうことだ。燃焼試験はもう十分。手つかずの機動試験を実施します。協力者も現れましたよ。めちゃくちゃ言うなお前。
項目を RCS、ACS の2つです。なんだ、通常の戦闘軌道ではないのか。 RCS はリアクションコントロール、高精度指向性火薬の炸裂による急激な機種上げを敢行します。 ACS は、そうですね、爆発的な加速装置と考えて良いでしょう。何やら物騒だが、どう使う？目標変更キーを素早く2度謳歌すると RCS を、同キーを謳歌したまま目標変更逆順キーで ACS を起動します。 RCS の意図しない炸裂にはご注意を。移動試験にこだわらなくても結構ですよ。どうした、今更。欲しいのはシステムの有効性を実証するデータ。この得意な軌道に頼って飛べというのではありません。ふふん、俺の腕だけでもこれくらいはしのげると踏んだわけだ。実に都合の良い解釈です。手厳しい。あいつらはまだ飛んでるか。ええ、おしゃべりの余裕はないようですね。ここの掃除が終わったら我々も戦闘区域に向かいましょう。なあ、だが意外だな、あんな口聞いた割には仲間思いじゃないか。それもあなたに都合の良い解釈です。私は敵が隠そうとしているものを見たいのですよ。こちらはわざわざ迎え撃ってあげたというのに不公平です。敵の護衛を叩き落として引きずり出してやりましょう。なんか苛烈になってきたな、お前。
中。よし、急ぐぞ。